ランカサーレスリングの申し子ジョニー・スミスが入ってまいります。決めるというのは難しいですね。なるほど。フライングメイヤー、馬場さん、いかがでしょうか。すごいですね。面白い試合の入りようですね。腕を取ります。耐えます。腕を取ります。腕攻めに転じます。バックに回ります。膝を打ちつけてまいります。ニーを落としてまいります。抱えます。エルボー強烈、蹴り上げていく。腕を殺していった。キックコーナーに登って、いけるか。ああ、ブリティッシュホールが決まった。馬場さん、いかがですか。完全に入ってますよ。これは逃れることができるのか。ガチッと組み合う、すごい形相で締め上げていく。ハンマーパンチ強烈、引っこ抜きか。ハンマーを落としていく。ストバックに突き刺さった。あーっと、裏 DDT だ。起こした、小股に挟んだ。打たせない、リバースで返した。奥歯を噛みしめた。パッと返した。腕をフックした。蹴
ますね。そうですね。フロントキック。さあ、その声援に後押しされるかのように入場してまいります。特別試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー260パウンド保坂秀之、赤コーナー260パウンドマイクロトン、レフリー和田恭平。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さて馬場さん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。ああ表情ってもね、試合始まってますし、なんとも言えないですね。そうですか。組み合います。フライングメイヤーで倒します。キック、逆に振り返してそのまま後ろに投げてまいります。クラシカルな技を繰り出してまいります。ロープに逃れます。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。行くのか、フライングメイヤー。バックからスリーパーに入ります。肘を打ち込んでまいります。馬場さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。足に照準を絞るのでありましょうか。蹴ってまいります。倒してまいります。粘着質系の技に転じます。己の体のみを信じて真正面からぶつかってまいります。この男、そのパワーというものはまさにレスラーの凄みをストレートに表すものであります。さあ、その男が今夜も重戦車のキャタピラを回していくのでありましょうか。サイドバスターで叩きつけます。ロックアップ、投げてまいります。スリーパーで締め上げます。エルボーを入れていきます。え、
レスリングというのはね、瞬間に何かが出るというのが一番強いんですよ。ああ、なるほど。キックを打っていきます。エルボー、タップエルボー。腕をフックします。ブレンバスターでぶん投げます。蹴りを見舞ってまいります。ロープに振った。ニエキックがこめかみに入った。エルボードロップを落としてまいります。キックを打っていきます。ニーを落としてまいります。抱えます。
異様な雰囲気が立ち込めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。特別試合タッグマッチ30分一般勝負を行います。青コーナー350パウンドアブドラザーブッチャー、400パウンドジャイアントキマラ、赤コーナー240パウンド太陽ケイハン、250パウンドジョージタインズ、レフリー和田恭平。うならさあ、運命の鐘が鳴った。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがいかがですか？そうですね、両者いつもと変わりませんけど、今日は二人ともどっか悪いというところがないですからね、プレッシャーになるんじゃないですかね。逆に返します。ドロップキック、ロックアップ、投げてまいります。鋭いキックです。キックを打ってまいります。掴んだ、喉元を狙います。掴みます、肘を打ち込んでまいります。行くのか、ヘッドロックで締め上げてまいります。馬場さん、角界では朝起きたら強くなるなんて言いますが、レスラーにも同じことは言えるんじゃないんですか？そうですね、それだけのことを毎日やってますからね。フロントからのキック、フライングメイヤーで倒します。レトルトの技を繰り出してまいります。ロープに逃れます。スイッチしてまいります。組み合います。させません。掴んだ、キックで返します。蹴ってまいります。フライングメイヤー、組みに行きます。選手は意外と重いところがあるんです。何かというとちゃんと受け身が取れないんですね。頭から落ちてしまう。これは受け身の勉強不足としか言いようがないですよね。ああ、なるほど。組み合います。倒してまいります。ロックアップ、パンチで返します。組みに行きます。フライングメイヤー、モンゴリアンを打ち込む。行くのか、
を狙ってまいります。ロープブレイクであります。蹴りを見舞ってまいります。掴みます。ヘッドを打ってまいります。ここでタッチです。すごい気合いの入りようですね。見栄を振ってまいります。組み合います。コーナーに振った。掴みます。キックで返します。キックを打っていきます。投げてまいります。Joe!
成功した。リングに戻ります。リングに戻ります。馬場さん、もう全身力だけで打ってますね。そうですね。平成の生傷男であります。この男、荒谷信孝が入場してまいります。処方箋を下すのか、殺人医師スティーブン・ウィリアムズがやってまいります。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー275パウンド荒谷信孝。
和田恭平ウィリアムス澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか。そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか。ブレインバスターで叩きつけます。掴んだ。この辺りラフに転じてまいります。キックを打っていきます。乾いた音が館内に響きます。蹴ってまいります。ロックアップ。首を絞り上げます。ロープブレイクであります。行くのか。ボディスラム。ストンピングを叩き込んでまいります。組みに行きます。逆に倒します。チョップであります。馬場さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらやっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。蹴りを見舞ってまいります。させません。簡単にはいきません。抱えます。サイドスープレックスで叩きつけます。ストンピングです。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。第1球岩石落とし主でありますこのスティーブ・ウィリアムス。相手を一瞬で引っ込み、頭から垂直に落とす殺人バックドロップはまさに一撃必殺の破壊力を持っております。おっと外した。すごい音がした。いけるか。コーナーに振った。あと強烈ショーだ。抱えた。全体重を浴びた。スマッシュホール。ロープブレイク。ロープブレイク。蹴っていった。腕をフックした。投げっぱなしのタイガースプレックス。引き起こす。ゴールやりやった。今宵もこの左腕には神が宿るのか。二
新刊三冠戦が入ってきた。特別試合シングルマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー270パウンド天竜健一郎。赤コーナー300パウンドスタン和田恭平。反省。天竜さん。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さて馬場さん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。表情ってもね、試合始まってますし何とも言えないですね。そうですか。ショルダータックルで倒します。ロックアップ、逆に振り返して全身でぶちかましてまいります。馬場さん、この試合の勝負のポイントあるとすればどこでしょう。ポイントは僕にはまだ分かりませんけどね、この戦いの意気込みは強さから感じられますね。はい、バックからスリーパーに入ります。逆に振り返した、鉄拳を見舞います。腕を回します。こうやって、ね、後ろに投げたところにちゃんと瓶を取ってます。はい、やはりね、レスラーの基本は受けですからね。外してまいります。行くのか馬場さん、こういった技一つを取っても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです、足の位置、構え方がね。なるほど。首から突き刺さります。黄門の左腕を持ちますこのスタン・ハンセン。その左舷から発射される問答無用のウエスタンラリアットはまさにプロレス界を代表する必殺の一撃であります。起こしてまいります。蹴りを見舞ってまいります。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。腕をフックします。打たせません。簡単にはいきません。グーを打ち込みます。ロープに振った。フロントから叩きつけます。組み合います。サイドからオブラツイストの体勢、ロープブレイクであります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで投げつける、エルボードロップ、強烈フロントキック、抱えた、リング上の殺虫剤 DDT。 蹴り上げていく、打たせない、強烈タックル、ここで時間を取りすぎますね。スタミナないのは分かりますけどね。はい、逆に振り返した、あと切り返した、蹴っていった、投げていった、抱き起こす、タックルぶちかわし、そのままタイが食べ、カウント 2.5。 いけるか、
をかみしめた。させません。あっと返した。跳ね上げてまいります。腕をフックした。させません。反撃するのはここですね。ここでね、行かなきゃダメなんですよ。ガチッと組み合った。ロープに振って本番になりましたかね。タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー270パウンドマイクバートン、270パウンドジムスティーリー、赤コーナー240パウンド川田俊明、240パウンド長井光也。レフリー和田恭平。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さて馬場さん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。ああ、そうだってもうね、そう始まってます。なんとも言えないですね。そうですか。ボディースラム、あっとエルボー、エルボースイッチしてまいります。抱えます。強烈であります。 DDT、 小手鋭いキックです。ロックアップ、コーナーに振った。カウンターであります。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。参ります。いかがでしょうか。
ですね。ものすごい気合の入りようですね。リング下に降ります。打ち込んでまいります。打撃をただ耐えたらね、僕は打撃って言うんですよ。肉離れの症状が出てしまうんです。だから上手に含みを取らないとね。なるほど。起こしてまいります。顔面へのキックです。キック攻撃を見舞ってまいります。逆に振り返して顔面に突き刺さります。顔面を蹴り上げます。掴んだ。エンドレスな逆水平チョップであります。強さと言いますかね、はい、どっちから落ちても自分はちゃんと首を取りますからね。切り返します。ライアット。ここでタッチです。行くのか。ロープに飛ばした。組み合います。逆に振り返した。キックを打ってまいります。行くのか。リバースで返します。肩が上がります。腰を落とします。ストマックを狙ってまいります。ニードロップ。足を取ります。パンチで返します。組みに行きます。対角線に飛ばした。カウンターで切り返してまいります。トップロープを奪う。ここでタッチです。強烈なキックです。掴みます。回転してのキックです。ロックアップ。フライングメイヤー。ゴツゴツした鈍い音が響きます。エルボーを入れていきます。ラフサッポーに転じます。行くのか。フロントでヘッドロックに移行します。ハンマーを振り下ろします。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。乾いた音が館内に響きます。腕を回します。打たせません。外してまいります。組み合います。コーナーに振って顔面を蹴り上げます。ロックアップ。ロープに振ってスピンキック。無人島に漂着してしまった。入ります。フライングメイヤーで倒します。顔面に突き刺さります。腕をフックします。キックを打っていきます。ロックアップ。逆に投げてまいります。カウントチャンス。
肉体を躍動させる。ローキック強烈、あっと倒していった、引き起こす。ここで時間を取り進みますとね、スタミナないのは分かりますけどね。頭を掴んで本当になりましたかね。首根っこを掴んだ。